1年前に来た時に回ったところをもう一度訪ねてみます。この先水はそれほど必要はなかったのですが、名水ということで20リッターほど汲みました。洞爺湖送別はこれで3回目の訪問ですが、携帯の番号登録が違っていたため、高校時代での山岳部の旧友と再会ができませんでした。真っ狩村は細川隆の故郷。道の駅を訪ねてみました。館内には銅像があり、村として応援している感じが伝わってきます。この新鮮沼も2度目です。晴れていれば天上の楽園です。ぐるっと一回りしながら道の駅を訪ねます。の道の駅の隣は日課の工場ですが、時間が遅くなったため見学できません。
4階フェリーの操舵室の下にある電報デッキはいつも快適です。ずっとこんな感じですね。つまんないな。の道の駅で朝食をするつもりでしたが、コンビニもなく黒崎パーキングエリアまで直行します。